ただ、あれするだけの機械、集めてみた。せっかく取ったサプリメントの成分ですから、きちんと働かせないと意味がありません。体の中を再現した人工の消化液の中で、何度も試験を重ねます。ファンケルだけの体内効率設計を最大限に生かすためのこだわりです。サプリメントを溶かし続けるだけの機械。それはサプリメントを体内で効率的に働かせるための機械。